ささぐり歴史塾開講。はい、それにしても、はい、ベブちゃんってあれですよね。はい、うつけ者ですよね。ありがとうございます。うつけ者って意味知ってますか？もちろんですよ。そんなバカにしないでくださいよ。うってつけみたいな、 あの下うってつけって意味ですよね。うん、本当にうつけ者。はい、どういうの？ベブちゃん、あのね、はい、うつけ者というのは、はい、あの大バカ者とか間抜けっていう意味の言葉なんですね。嘘。そうなんですよ。なんだ、ちょっとバカにされたのか。やだな。その昔、そのうつけ者と言われながら天下統一まで上り詰めかけた歴史上の人物がいたので、はい、今日はその人物についてちょっと学んでいきたいなと。じゃあまず今日のタイトルはこちらですね。はい、今日の授業はこちら。はい、織田信長大うつけの正体は戦と政治の天才ということですね。ってことは、はい、織田信長さんがうつけってことですか？そうなんですよ。まあ、昔もう、はい、尾張というね、まあ、今は名古屋、あの愛知県のあたりの出身なんですけども、はい、そのあたりでもう尾張の大うつけと言われてまして、もうあんなバカ者は見たことないと言われてるぐらいの。マジで僕と一緒ですね。僕もだってあれですよ、うん、あの別府の大うつけってことですよね。だから僕も織田信長になれる可能性があると。いやここから先、まあ、スタート地でも一緒かもしれない。なんで大うつけって言われてたんですか？なんでかっていうと、漫画の24ページから28ページまで、24ページから28、はい、もうあの格好からしてもうなんか普通の人間じゃないですね。普通の人じゃない。そう、なんか着物ではない、なんか着物を着崩して、はいはい、歩きながら物を食い、腰からこんなひょうたんとか、あぶら下がってますね、竹をなんかぶら下げて、はいはい、こうやって歩き回ってたんですね。あー、なるほど。普通の人とは格好がちょっと違って。そう、格好も違うし、まあ、やっぱあの語り継がれてるエピソードの中のやっぱ一番有名なやつといえば、その信長のお父さんのお葬式ですね。はいはい、お葬式で、はい、信長がこの格好で現れまして、真っ向って、まあ、あのお証拠をあげる、はいはいはい、あれでしょ、あの粉をお父さんの遺灰に向かってぶん投げて、はい、で出ていくと。あ、目立ちたかったのか。いや、そういうわけじゃないと思うけど、なんかまあ考えがあってのことかもしれないけどね。あ、まあまあ、信長なりの思いがあって、なんかすごい ね、なかなかできないよね。そうなんですよ。そういうもう変わり者、こういう、まあ、大うつけと言われたんですね。そうなんだ。別府ちゃんは信長に対してこう、うん、なんかどんなイメージ持ってた？ちょっと残虐な、まあまあそれもそうですね。ありますね。はい、まあ、やっぱ残虐な、まあ、その信長の人柄を、うん、まあ、表した歌でね、まあ、泣かぬなら殺してしまえほとどりですよね。はいはい、まあいう風に、まあ、語り継がれてきた、うんうん、そうやって語り継がれてきた信長なんですけど、実は昔はこうやって尾張の大うつけと言われて、すごい若者扱いされてたんですね。まあ、どうやって頭角を表していったかというと、まずこちらですね。はい、戦の天才、桶狭間の戦いは圧倒的不利でも勝利と。この織田信長という人間はもう戦の天才だったんですね。織田信長がこうお父さんの後を継いで織田家の当主となったぐらいっていうのは、もうやっぱ日本全国でもいろんな戦国大名がもう我こそはって感じでもうひしめいてたわけですね。はい、はい、その中で、まあ、織田信長が全国にその名を轟かせた戦いといえば、こちらの桶狭間の戦いと言われる戦いなんですけども、はい、これ桶狭間の戦い、別府ちゃんは、はい、織田信長と誰が戦った戦いか知ってますか？明智光秀。あー、違いますね。あ、明智光秀じゃないか。織田信長対今川義元の戦い、はい、桶狭間の戦いなんですけども、うん、もうこれは、なんでこんなに織田信長がこの戦いで有名になったかっていうと、はい、もうこれもう今川義元っていうのはもうこの時もバリバリの戦国大名なわけですよ。はい、織田信長ともう身分も違うんですね。今川義元っていうのは、まあ、いわゆる守護大名と言われて、もうその土地を治めてるし、はい、もう全国にもう今川家といえばもう今川義元というかね、今川家という名前をもう知られてるわけです。それに比べて織田信長というのはまだまだ全然もう駆け出しぐらいで、あ、もう言っても身分も今川義元が守護大名なのに対して守護大って言って、はい、その守護大名とかその土地の一番頭の人がお留守にしてるところを守ってるぐらいの、あ、なるほど、見張り番みたいな、留守を預かってるぐらいのちょっと1個2個下ぐらいの身分の織田信長なわけですね。なるほど、なるほど。だからもう身分も違う。なるほど。さらに一番何が違かったかっていうと、もう兵力が違うわけですね。どれぐらいかっていうと、今川義元は2万5千の兵力。でもこれに立ち向かっていくには、うん、まあ同じぐらいか、まあ、さらに上ぐらいの兵力じゃないと。なんだったらもう身分も下ってことは、まあ、力も下なわけです。やっぱ3万は欲しいよね。3万は欲しいよね。うん、
じゃあ織田信長はどれぐらいの兵力でこの今川義元2万5000に立ち向かっていったかっていうと、はい、なんと3000。え、マジで？そうなんですよ。桁間違ってない？間違ってない。本当に？ベップちゃん、これは正しい数字。3000。なんだったら説によっては2000だったんじゃないかっていう説もあるぐらい。ああ、なるほど。うん。じゃあ、でも3000でいける？3000の兵でこの2万5000の今川義元に立ち向かっていったんです。8倍だね。だから8倍でしょ？うん。すごいよ。そうですよ。だから1人頭8人を倒す。8人以上だね、なんだったらもう2万5000ってことは。すごい、だから漫画の世界だよね。いや、本当にそうよ。すごいですね、うん、じゃあその3000の兵にこの2万5000に立ち向かうにはベプちゃんどんな作戦取りますか？いや、まあ僕だったら、うん、本当申し訳ないですけど、うん、夜な夜な奇襲みたいな、うんうん、相手が寝てる最中にちょっと奇襲で行くかな、3000だったら。鋭いですね。そうだから織田信長も今川義元が夜な夜な、ね、宴会とかやってちょっと一休みしてるところを山の上から狙って奇襲をかけた、はい、じゃないかと今まで言われてたんですけども、はい、おじゃあこれが実はね、はい、違うんですね。え、違うんですか？そう、こんな兵力の差だからどうせ奇襲をかけたんだろうっていう風に今までずっと通説では言われてたんですけども、はい、思いますよ。なんと今判明してる、はい、話では織田信長はもう真正面から立ち向かっていった。嘘、3000で2万5000に真正面からうりゃーっつって、そして勝ったんですね。本当に？そう、まあちょっとその天候がね、はあ、まあ雨風がすごい強くてとかっていう、はあ、もうその、まあ、天候の、まあ運というかね、天運も味方したみたいな、まあその、まあ、雨が降ってるうちに馬に乗ってね、みんな進んでいきますから、そのまあ足音も消されて、今川義元が気づかないうちにもうすごい近くまで行けたとか、おなんかそういういろいろとその天運が重なって、いろんな運が重なって織田信長を真正面から今川義元を倒すことができたという、まあ、天に味方もされて織田信長がここで勝利を収めますと。織田信長が勝利したことがもうやっぱり日本全国が知れ渡るわけですよ。はいはいはい、もうみんなはどうせ今川が勝つだろうと思ってたわけですから。いやいや、思いますよ、今川が。おいおいおいと、はい、織田信長が勝ったらしいぞということで、もう織田信長の名前が一気に知れ渡って、はい、その時にちょうど同じ頃に、はい、京都ではどんなことが起きてたかと言いますと、はい、まあ、今室町幕府の時代なんですね、これっていうのは。はいはいはい、まあ、室町幕府も後期ですけども、はいはい、一方その頃京都では室町幕府のね、将軍足利義輝がなんと、まあ松永氏とか、ね、三好三人衆っていう、まあ、そういうあの大名、守護大名たちに暗殺されてしまいます。暗殺？そう、将軍が暗殺されてしまうんですね。これはまずいですよね。こういった下克上の風潮っていうのが広まってたんですけど、もう将軍が暗殺されるなんて、まあ、正直、まあ、ありえないわけですよ。国のトップなわけですから、将軍っていうのは、まあ、そんな人が平気で殺されちゃう、それぐらいもう幕府の力っていうのが弱くなってる。あ、将軍を殺したって幕府なんか怖くないぞと。あ、なるほど、舐められてる。そういうことなんですね。あ、だそういう風潮がもう京都ではあの広まってて、ま、室町幕府危ないぞと。